はい。どうも皆さん、こんにちはです。ザ・パーク続きからやっていきたいと思います。よし。で、今回でね、多分終わるかなと思いますね。さあ。緑色だね。なんかアウトラストっぽいね。なんでこれこんなところどころに息子の、あ!ワニだ。ワニ。え?足音聞こえた。ワニですよ、ほら。いいワニだね、これ。うん、一目でワニってわかるっていうね、時点がもうまずね、すごい。ミルクチーズ、ブレッド、バター、コーン、ポテトーズ、アップル、ペッセカ、ムシムナ、フルニメス、ワールスティビヒ。なるほど。What have you done with them? オープンザットー、これ。なんかいない?大丈夫?何のお肉、これ。Stop! うん、調べないでおこう。何のお肉って言っちゃったらね、もう、人間の可能性が出てくるから。Give it to me! どこ行った? Leave me alone! あ、ドア開けられる?もしかしたら。こっちのドアも。あ、開けらんない。ここら辺調べてなかった。お、レンチ。おっと、水。節電節水、やはりね、今の時代節電節水をね、しないとね、地球がね、もうね、やばい。地球温暖化がね、半端じゃないです、皆さん。4度ね、100年後にはなんと4度、うん、気温が上がるんですよ、これね。なんでこのゲームでそんな話するんだ。Show yourself. なんだこれ。あー、じらじらなってるね。I'm a horrible mother. お、リードレター。Where is he? カレン。カレンって誰?ロライン誰だそれ。お母さんの名前かな、ロライン。あ、なんかいっぱいあるね。ミスマイラデル。うん。わかんない、もうここら辺は。おっと。トイ。あ、おもちゃ。どういうおもちゃこれ。多分ね、こう、適当なとこに投げて帰ってくるっていうやつかな。いっぱいある。ダンウィッチエマージェンシーサービス。うん。なんかのサービス。ちょっとわか、全然わかんないね、これ。全然なんかわかんないね。Who was that? お。うん。わかんない。さあ、開けていこう。おお、これちょっと待ってよ。同じとこだね、これね。なんか聞こえるな、左側から。この部屋からなんか聞こえるけど、開けらんない。え?ループしてるな、これな。これなかったね、でもさっき。なんかさっきとちょっと、物の位置が変わってる、ぐらいかな。あれ、こんなとこにテディベアあったかな?この手紙もあったかな?手紙いっぱいあったからね、覚えてないな。お!これはなかったぞ、ハンガー。ペンがあるま。あるま。ペンがありますね。もう!息子!息子?え、ちょっと怖いんだけど。もうすぐ目の前に息子がいるのに近づけない。恐怖!息子どうした?ねえ。おいおい、ちょっとなんか、PT かこれ、PT っぽいね。PT わかんない方をね、調べて、動画見ていただくとね、わかります。多分ね、これ、PT みたいにね、ループしてる。ほら、なんかちょっと変わってるもん、これ。なんかさっきより、腐ってるね、肉が。で、下にあったなんかやつもなくなってる。開けらんないね。ダメだって思った。
デュエットしてるね。あのカカシとね。カカシとデュエット繰り広げちゃってる、これ。近づかないでおこう。いやー、息子がおかしいよ。息子洗脳されちゃってるよ、これ多分。どういった？どうやったらこのループする世界から抜けられるんだ？これ開けられんじゃない？あ、まだ開けらんない？そっか。さあ、お？棚が飛び出てる。うわ、いっぱい薬ある。これ麻薬かな？おえー！茶道っぽい感じになってる。ほら、目が赤くて。あららららら。あららら。これは特に変わってないね。う、人形。あ、焼けてる。怖い。首のない人形が、ゴトンとなってる。上になんかあんの？ないの？こう、上見てね、なんか、人間がこっち見てたらすごい怖いよね。さあ。あ、ちょっと。お母さんの声がもう。あ、怖い。お母さんの声が怖い。息子？あ、息子の帽子にチー、ケチャップ。息子の帽子にケチャップ。お、ルービックキューブだ。お、これもしかしたらなんかメッセージになってる？ちょっと、お、see her try。ん？ why her? why?うん、なんかメッセージになってはいるな。バイバイ。バイバイ？ハーライ。彼女は嘘だ。ちょっと待ってくれ。明らかにメッセージっぽいのが残されてますね。どこ行ったんだ？うわぁ！この手形は一体誰の手形なんだ、これ。怖い。うわ、首がなくなってる。やべやべ、どんどんおかしくなってる、これ。ようやくなんかホラーっぽい感じになってきたよ。おい。おいおい。その右にいるやつは何なの？これ本物の血かな？え、血だよね、これ本物のね。息子がこれ書いた後にね、こう血がビャーってなってる感じ。ワニがー、ワニがー。ワニが血だらけになってる。あ、ショッピングリストなんだ、これ。開けらんない。開かなくていい。開かなくていいもん、それ。お？ああ。やっぱ変わってますね。なんか声が聞こえるんだよね、ドアの中からね。でも開けらんないね。お？うわ、薬がある。そんな感じ？うわぁ、血が。この扉の中に行ってる感じするね。開けらんない。薬至るところにあるね。これ麻薬なのかな？多分。なんかブツブツ言ってるぞ。I didn't run away. ちょっと待ってくれ。あ、怖い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 。今近づいて画面がバンって変わってたらすげえ怖い。どこ行ったの？あれ開いてる。うわぁ。怖えぇ。おう。Thank you, William. The new watch, it is be made, Callum. なんだこれ、Callumは新しい主人に出会ったみたいな。キャロムはいただいたみたいな感じなのかな。あのカカシユルさん。そろそろ姿をね、表してもいいんじゃない？カカシ。全然ことは開かない。すっげえ声するんだけど、カカシの。どんどんおかしくなってるよ、もうこれね。なんだ？怖え。怖え。やだ、もう。いやー、これ怖い。これ怖い。
be done with them! 調べたくない。周り調べないで行こう、もう。これ。人形いすぎだ、ちょっと。人形いすぎ。うん、ケチャップ。インザケチャップしてるね。メッセージが変わってるかもしれない。おっと、なんかさっきより揃ってない？ハーライ、スイーハートライ。あ、変わってないか。わ。なんだ？なんか焼けてる。こんなとこにこれあったっけ？冷蔵庫。あれ開けらんないね。あ、壊れてる。うわうわ、ちょっと、料理してる。ちょっと怖いんだけど。焼くな、トビクシー！その間に開いたんだ。音もなく開いた。アイスピックだ。先端恐怖症っていうね、方がいるよね、多分ね。あ、焼けられたらじゃあさ、はい。唯一のキャルムからの手紙。あ。あ、ベッカツ！開いてくれ、開いてくれ、開いてくれ、やだ。やだ、やだ。やばいよ。開いたね。あ、開いたー、ちょっと。え？あ、これだけ？これだけか。あぶね、怖い。怖い、怖い、怖い。おっと。大丈夫ですか？あ、開かね。ワイン飲みながら、見てる。てんてれんててんててん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 。この狂った感じなのに、ああいう楽しい音楽が流れるとね、逆に怖いよね。うわ。かかしこれ。これかかしかな。ここは頭で、これネクタイみたいになってて、かかしがガーってなってる。表現の仕方が下手くそすぎるな、これ。そろそろ開いてもいいんじゃない？そろそろ。開かない。これ開かない？開かないね。お？なんかボロボロになってきてるね。何この音。焦るな、この音。血がついてるね。うわうわ。この音やめてほしいな。すげえ焦る。え？え、ちょっと。血が垂れてきてる、垂れてきてる、まずいよ。なんか左上に書いてある。なんだあれ。誰？誰？誰これ？ちょっとまずいな、これ。進もうか。誰？誰なの？そこにいるの。誰？ちょ、なんか全部同じになってる、これ。これ、麻薬かな？もしかしたら。あの薬かもしれない。あ、ちょ、誰？誰なの？あ、誰ですか？下通りたくねえ。けど行くしかない。やめてくれ、やめてくれ、何もしないでくれ、やめてくれ。大丈夫だ。あ、ちょっと。まずいよ。だんだんもうおかしいことになってるわ、これ。まずい、まずい、まずい。ああ。怖い。ああ、怖い。もう先に行きたい。早く。終わった。何回目だろう？これ5回目ぐらいかな？多分、ループ。お？ついに進んだっていう感じがするな。Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch.
A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? ん？今までの手紙の切り取りみたいな？ I put him on slab. I think this. ああ。結構英単語がね、難しいね。習わないようなものばっかり出てきますね。なんかウィッチがどうたら言ってたね。お母さんが。魔女がどうたらこうたらってね。行くしかないよ。お。Eyes without sparkle。お。子育ての仕方みたいな感じ？ああ、無駄に広い空間。どこにいんの息子？え？そこの左上にちょんと出るやつは何なんだ一体。あ、これあの物語じゃない？あのね、洞窟の中で見たやつ。ほら。男の子と女の子が、最終的にはその、ね、魔女を殺して、なんか殺人鬼になるみたいなね。え？燃えてるけど。引火してんだけど、これガスベ、ガスボンベにさ、おいっと。キャロム。キャロム？キャロム！あ、大丈夫お母さん。キャロム？キャロム。大丈夫？チャドがいるんだけど、ミキに。おいおいおい。え？おい、ちょっと。息子にとどめを刺すみたいな感じ？それ。ダメダメダメ。それダメ。それダメダメ。ダメ。ダメ。カカシ野郎。ちょっと。お母さん。お母さん頑張れ。お母さん。ダメ。動けねえ。動けねえ。どうする？嘘。Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. はい、そんなわけで、ザ・パークエンディングとなりました。ちょっとね、最後、英語がわかんないんでね、息子をなぜ殺したのか、みたいな。こと言ってたら、バッドエンディングなのかな、これは。まあ、そのグッドエンディングがあるのかがわからないんでね、ちょっと、そこら辺調べつつね、調べて、もしね、あれがバッドエンディングで、他にね、グッドエンディングの方があったら、そちらの方ね、やっていけたら、やっていきたいと思いますね。ちょっとこれ飛ばせないのかな？飛ばせないね。あ、プレスアゲインとエスケープからしゃ、はい。
スタッフクレジットはね、飛ばした方がいいのかもしんないね、もしかしたら。こういろいろ名前がね、出てくるんで。さあ、これロードが終わったら、なんかなるかもしんないね。お？ザ・パーク。となるだけかな？コンティニュー一回押してみようか。こっち。終わる目前なのから、終わるね、目前からだったら、エンディングはね、一個かもしんないですね。あ、こっからだね、やっぱりね。はい。そんなわけで、タイトル画面に戻りましょう。戻れないな、これ。クイートゲーム。ここで終わりにしますか。そんなわけで、ザ・パーク。パート6か5ぐらいかな、多分。短めにね、まとまったホラーゲームでした。セールでね、900円ぐらいで買ったんですけど、まあ、全体を通してみた感想はね、レイヤーズ・オブ・フィアーの方が正直めちゃめちゃ怖いなっていう印象ですね。ザ・パークはね、お化けっていうお化けはね、出てきてないよね。あのカカシぐらい。あとシャドウぐらい。まああとね、英語が難しすぎるんで、まあ雰囲気でこう本当に怖さを味わいたいならレイヤーズ・オブ・フィアーをね、やった方がなんか怖いですね、普通に考えてね。はい。まあ、ホラーゲームとしては、あんまり高い評価は上げられないかなっていう、何様のつもりなんだっていうね、感じなんですけど。そういう感想でございました。そんなわけでご視聴の方、ありがとうございました。次回の動画もお願いします。